今日のとしちゃん天使すぎ、ありがとう。なんかさ、天使って呼んでもらえるのさ恥ずかしいけど、でもめちゃくちゃ嬉しい。はぁ、消えた事件です。ハッピービーラスデイ落しちゃいました。でもここに立てばなんとか、まあきっとこうふーっと上がってきてくっつくでしょう。愛が消えた、待って、愛が消えたって漢字で書かないでよ、ローマ字だから落ちたやつ。愛が落ちたとか言うな。トゥースすれば、確かにトゥース。ハッピーバースデーに戻ったトゥースで、春日さんありがとうございます。カスケ出て欲しかった。あ、そうなんです、あの最近、あ、危ない、 H が、 H が危ないぞ、どうかそこで、あどんどん減っていく文字が。ハッピービーラッキーデイ面白い。何の話してたっけ。あっ待って、ハイゴレイいるこんな落ちます、ちょっとなんて言うんだろう、リカちゃんみたいな、呪術廻戦で言うリカちゃんみたいな感じで、きっとここにいるんだ私の特急、なんて言うんだっけ、はモヤモヤする、なんて言うんだっけ、特急呪物じゃなくて特急お分かりいただけただろうか心霊映像にしないで多分リアルな話で言うと、こちらにあの空調じゃなくてあのクーラーがありまして、その風あ落ちポカが落ちました、ごめん。その風圧っていうんですかね、風で落ちたんだとは思われるんですが特急呪霊だ、ありがとう、モヤモヤ解消できた。特急呪霊ね、なんて言おうかな戻れ戻んなかった私呪言師にはなれないかも、まだちょっとあれが必要ですね、ちゃんと書いたんだけどな純愛だよってこれは、待って、はって言ってる自分の顔の方が怖かった、文字が落ちることより。あ、星ですね。あ、ね、みんな知ってる、加藤志保ちゃん、志保の反対は星だから、星が好きなの。ちょっと前髪が、すいません、前髪を直します。よし、ありがとうございます。司法トークは司法トークだから、星が降ってきました、ピーナッツとともに